ートがね入っちゃってるっていうのが結構お気に入りポイントで、それだけこれが好きってことです。今話題のやつ買いました。私もこんにちは、くまみきです。はい、というわけで今日はですね、最近いろいろコスメを買い足したりとかしてるので、ちょっと試しながらメイクしたいなと思って Get Ready With Me の動画回してみてます。というわけで、試したいのがアイシャドウとかアイメイクのものが多いので、もうベースは塗ってます。だいたいいつも通りなんでベースだけやりました。で、先に血色入れたいなの前、ロフトの購入品紹介の時にね、いろいろ今日は試すんだけど、まずリップ、 B アイドルのツヤプルリップ8番告白ピンクです。もうねすでに使ってるんだよね。これはね塗るとこんな感じ、元がこっちで塗るとこんな感じ。普通になんか馴染みというか、なんだろう、特別はすごい変わったとかそういうでもなく、すごい自然に肌に馴染む色だなって思いました。なんだろう、リップだけが特別に目立つとかでもなく、かといって薄いわけでもなく、自然と肌のトーンに馴染む色だなと思ったんです。ちなみにイエベハルです、私は参考までに。はい、リップかわいい、ほんと使いやすい色で、ちょっと塗るとスースーします。スースーする、グレープフルーツの香り、こういう優しい色味のお洋服の時に合うかなという感じで、ちょっと今日は優しいカラーが多いのでベージュ系のねお洋服を着てみたんですけど、次アイメイクいこうかな。これも底見えになってきたな。ミトボスのミネラルアイバームレモネードイエローっていう色ですね。ずっと使って、もうほら底が見えてる、使いやすくてねずっと使ってますね、このシリーズ。つけなくてもアイシャドウ乗るけど、今つけるとやっぱよりしっかり乗るし、これがね目元美容クリームって書いてあるの、だからあ、なるほどね、日中もケアしていけるのねみたいな感じで、ちょっとスキンケアじゃないけど日中もケアできるの嬉しいんで塗ってますね、よく。はい、でアイシャドウもまたロフトで買ったやつで、 B アイドルのザ・アイパレ1番本命のブラウン。 B アイドルできてからね、最初からある系だけど今更買ったよみたいな色なんですけどね、リップもそうかな。ブラウンでコンパクトなアイシャドウパレットが欲しいと思って、で私はブラウンの中でもオレンジ味のブラウンが自分には合うかなと思ったので、こちらのお色を購入しました。ちょっと使いました。でこれは蓋するとね、こんな感じでちょっと透けてて可愛くて、で裏はこんな感じで商品名みたいな感じなんですけど、使い方がここには書いてないので、このパッケージの箱この裏にね書いてあるので、まだねこれは捨ててないんです。なんとなくこの使い方を見ながらやって、自分のね毎朝やる感じに馴染んできたら捨てるっていう風にしていて、まあ前もこれの違う色を使ってたんで慣れてるっちゃ慣れてるけど、やっぱ忘れちゃってるなと思うので、もちろん自由に使っていいと思うんだけど、まずは書いてある通りのやり方をやって覚えてからのいろいろなアレンジ使い方だなと思うので、一回この書いてある通りにやります。指でいっちゃいますけど、まずこの色、A の色、こんな色キラキラ、これをアイホール全体です。肌なじみがいい色、ほんわり明るくしてくれていいですね。でちょっと次筆使おうと思うんですけど、この色 B の色、ちょっと濃い色ですね、この中では一番濃い色、はい、こんな色です。ちょっと温かみのあるオレンジブラウン、これを二重幅のところと、あと目尻1/3、今こっちだけやってますけど、馴染み良き1/3じゃなくて2/3って書いてある、結構いくね、結構いくね、2/3だと結構いくね、うん。でこの C の色、オレンジのちょいラメみたいな感じです。これをまず手で試します。はい、この柔らかいオレンジのキラキラ、これをまぶたの中心指でいっちゃう。そして黒目の下らへん、この辺どうでしょう、ほんのりすごいどんな服でも合いそうな感じのブラウンが欲しかったんです。で最後のこの色、これがハイライトなので、ちょっとこれは後でやります。でちょっと私最近このタイミングで粉をしてます。ミトボスのミネラル UV パウダーのピンクベージュ、お見せできないぐらい汚い、ちょっと蓋に取ってブラシにめちゃめちゃ含ませます。
あ、ちょっと多い。でも首も日焼け止めとか塗ってるんで、くる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 っと上からこう磨き上げるような感じでつけます。なんかここまではさ、パウダー系だからなんかピタピタってさせたいなと思ってペタペタした肌のままやるんだけど、こっから先はもうそうじゃないから、このタイミングでつける。でこれさ見て、なんか傷できてるんだよね。寝てる間に引っかいたのかわかんないんですけど、なんかマイクロチップ埋められてるみたいなやつができてて、ちょっと楽しい。最近なんかいろいろドラマとかいろいろ見てるからさ、なんかはってなる。いや、こんなここになんか入ってるものは見てないんですけど、今見てるのはね、イカゲーム見てます。流行りのやつね。最初の10分で私一回脱落したんですよ。まだゲームは全然始まる前。ちょっと血とかグロいのとか暴力的なのが苦手なんで、それね、そこをどうしようと思って、そこが結構生々しいシーンがあったんで一回離脱したんですけど、私大体ご飯食べながら見るのね、ネットフリー。食事中だから無理なんだと思って、食事中じゃない、夜寝る前じゃない、なんか移動中とかそういう時に見るようにしてて、ちょっと楽しい明るい気持ちの時間帯に見るっていうようにしてて、そしたらね見れたんで、見始めたら見始めたでめっちゃおもろいと思って、見たい見たい見たいって思って、夜お風呂で見ようとしたら、いやこの気持ちで夜寝るのきつくないと思ってまたやめたりで、ちまちま見てます。今半分ぐらい見ましたね。早く世の中のあのイカゲームの世間話に追いつきたいんですけど、全然追いついてない。もうみんな見終わってるもんね。はい、というわけでパウダーしたので、ハイライトさっきのこれつけます。ここにハイライトがね入っちゃってるっていうのが結構お気に入りポイントで、はい、まずここを、そう、旅行とかそういう時になるべく荷物減らしたいじゃないですか。だからね、ここに入ってるっていうのは荷物も減るし嬉しいんですよねって感じで、こことこことここ入れました。ついでにこのタイミングでノーズシャドウもやります。ルナソルスタイリングアイゾンコンパクト、いつも通りです。いつも通りってことはそれだけこれが好きってことです。いつもこの辺ですね。あ、ちょっとつけすぎた。この辺で鼻先にこうくるんと入れてます。なんか今日ね、まぶたがこけてる。ここがすごいへこんでる。年取ったらもっとへこんじゃうのかな。いいのか悪いのかよくわかんないんだけど、朝すごいむくんでたんですよ今日。動画撮る前にめちゃめちゃマッサージして、そしたら逆になんかここがへこんで、あれみたいな。そう、謎なんですよね。むずいよね、ちょうどいい肉質、肌質っていうのは。眉毛ちょっと一部薄いんで埋めます。で、アイメイク続きいきたいと思います。今日どうしようかなと思って、なんかね、クリームベージュ色のマスカラを買ったので、どうなるかよくわかんないんですよ。ちょっと予想ができなくって、で、その前にアイラインを引きたいですけど、何が合うかなと思って、何にしよう。オレンジブラウンな感じなので、いつも通りですけど、結局フジコの仕込みアイライナー4番幻想ブラウン、これはいつも使ってる、片方がこういう三つ股になっていて、で、もう片方は幻想ブラウンって名の通り、名の通りじゃない、全然どこにもオレンジなんて書いてなかった。はい、これオレンジ味の色です。はい、ちょっとこれでいくか。とりあえずこの三つ股の方でまつげの隙間を埋めます。で、オレンジので目尻をひょいんと、あ、見えないな、見えない、薄いんだけど、もともと薄いやつなんだけどちょっと見えないんで、これにします。メトボスのミネラルスムースリキッドアイライナーピンクグレージュ、こんな感じ、ちょいピンク、これをちょっと目尻に足します。で、いよいよどうなるのっていうのを試しますよ。シアーズロングステイフィルムマスカラクリームベージュ、今話題のやつ買いました。私もちょっとどうなるのかな、眉マスカラじゃないのみたいな薄い色してるんですよ。ちょっとまず上から、これ動画で伝わるといいんですけど、はい、というわけで塗ってみました。どうでしょう、こっち塗ってない方で、こっちが今塗った方、うっすらね元のまつげが見える感じなので、完全にこの色になったわけではないんですけど、ちょっと儚げな感じのまつげになったんじゃないかなと思います。これね、多分近くで太陽の光、外とかでこの斜め上とかから見た時が一番可愛いと思う。カラーマスカラってそうじゃないですか、なんか横からとか斜め上とかからパッと見た時に、あ、まつ
げえ可愛いってなるから、これもそんな感じかな。ちょっと今だと良さがどこまで伝わんない気がして。ちなみに近くで見た方がやっぱ可愛いですね。遠くで見るとちょっと顔薄い感じに見えるんですよね。これに限らずカラーマスカラみんなそうだと私は思ってるんですけど、だから結構どういうシーンでつけるかっていうのは選ぶかな。なんか大人数で集合写真撮るかもみたいな時って結構引きになるじゃないですか。透明の写真になるから顔薄く写るから、そういう時はあんまつけないかな。1対1とかで友達とかと会うって時だと結構こう近くで見えることが多いし、写真でもね2人とかで撮ったら近くなんで、で、あ、なんか今日メイク違うね、可愛いねっていうのがそういう時は見やすいと思うので、私はそういうシーンでつけたい。ちなみにブラシがねちょっとつけづらかったかな。割と太めのブラシだったんですけど、こう出した時に全体的にはうっすらついてる感じで、先端だけすごいドゥブンってついてるんですよ。だからねこう塗るってよりは一回この先端についた縦のやつでドゥン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 ってつけて伸ばすみたいな塗り方をしました。逆に下まつげはこう縦にした状態で塗ったら先端にいっぱい色ついてるんで、下はね塗りやすかったなって感じがします。はい、左も塗ってみました。こんな感じです。で、今思ったんだけど今日ベージュというかブラウン系のメイクをしてるんで、全体的に馴染んで薄い感じ、色素薄い系になるかなと思ったんですけど、もしまつげを目立たせたいならアイシャドウを結構濃い色にしてあげると、まつげの後ろの土台のところが濃い色なんで、まつげもしっかり見やすいんじゃないかなって思いました。で、ちょっと試したいことがあって、まつげに合わせてこれを眉毛に塗りたいと思います。ちょっとティッシュオフしました。眉マスカラ的な感じでもいけるのだろうか、どうだろう。まずはちょっと毛流れと逆らうようにつけて戻します。あ、ちょっと明るくなった、左右比べると。うん、あー、いい色だな。こっちの使い方もあり。はい、というわけでメイクはこんな感じです。あ、やっぱチーク塗ろうこんな感じですじゃねえよ。ちょっと足したい。ボビブラウンのハイライティングパウダーデュオピーチグロー。めっちゃ嘘ついたわ。全然こんな感じですじゃなかった。ちょっと足します。はい、髪の毛いきます。髪の毛最近もなんか結ぶだけって感じなんだけど、ただ結ぶとボサる毛先のパサつきがそのままパンって出るし、毛の向きがなんだろう、まっすぐっていうかくるんって結びたいんだけど、まっすぐシュッてなる。それを防ぐためにアイロンでね、ツヤを出してから結びます。はい、この前買ったリファです。リファの 26mm、 これがね良かったです。紹介したじゃんこの前も。使ってるところをちょっと見せたいなと思って、シュルンツヤンで、やっぱり180度になるまでが早かったですね。あのヘアビューロンの 36mm だっけ、これ35だっけ、太いやつも持ってて、太いから時間かかっただけかもしれないけど、ヘアビューロン結構時間かかったんですよね。いや、太いだけか太いにしてもちょっと時間差がまあ結構あって、リファの方が本当すぐに熱くなったので、急いでる方にはいいかなと思います。ツヤを出しつつ、内に、全部内にします。結ぶときは、下ろすときはね外羽入れたりミックス入れたりとかいろいろするんですけど、結ぶときは全部内に一旦するんで、あんま頭使わず準備できるのがいいですね。全体的にアイロンをしたら一回オイルつけます。ダビネスのオーセンティックオイル、そろそろなくなっちゃうね。これをパーッとつけます。後ろの特に毛先でポニーテール、本当はラフにまとめたいんだけど、私集めるの下手でラフすぎてボッコボコになっちゃうんで、一回こうフォームでこうやって整えたりとかしてます。で、最近よく一束だけピョンって残ってたりすることが多いので、なぜだろうね。あれはこの辺落とさないようにねチェックする習慣をつけてます。というか、ヘアアレンジのやり方は以前動画にしてるので、そっちは美容師さんにやってもらったので、そっちを見た方が分かりやすいと思います。よかったら、そちらを見ていただいて、という感じで、結んで、ちょっと引っ張り出して、で、ちょっと顔周りのこの辺の毛量を調節して、ちょっと増やしたりとかしてね。はい。耳にはちょっとこうかかるようにしたいんで、この辺もまた引っ張り出して。で、この辺がストレートなんですけど、まだ結んだ後に巻いてます。外、内で、
最近この根元なんですけど結構ペタってするのが悩みだったんですよ。で、出しといたヘアビューロンの太い方ですね、こちらでこう立ち上がらせるっていうのを最近やってみてます。これでやってちょっと持っとく、挟まないでこう押し付けるだけ、こんな感じでやってしとくと立ち上がりすぎだけど、これやるとちょっと立ち上がるんですよね。ちょっと四角くなっちゃった。今まだね研究中なんですけど、細い方がいいのかな、こっちの方がいいか。こんな感じでペターじゃなくてこう丸んって上げたくて研究中なんですが、ちょっと研究は長引きそうです。で、毛先は巻いて、巻くのちょっと失敗しちゃってと、こんな感じで外にやってみたり内側にぐるんってやってみたり、日々違いますはい、こんな感じで巻き終わりまして、最後はシュシュをつけて終わりって感じが多いですね最近髪の毛ほんと伸びたと思わないですか、スカッとか言って。こんなね伸びたのはいつぶりかしらって感じ。本当に傷んでずっと切れてたからさ、髪の毛伸びるってことがなかったんで、今超なんか嬉しい。はい、というわけで今日はいろいろね最近買ったコスメを試したかったので動画撮ってみました。こんな感じになりました。使ったもの動画概要欄にリンク貼っておくので気になるのあったら見てみてください。というわけで、のんびりしてたらもうお昼だな最近こんな感じ。夏はね太陽早く昇ってくるから早起きなんですけど、冬に近づいてくると本当起きれないんですよね、困っちゃうねというわけでお散歩でも行こうかな皆さんもいい一日を過ごしてください。それではご視聴ありがとうございました。楽しんでもらえたらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。